宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し独立戦争を挑んできた。巨大な人型兵器モビルスーツの開発に成功していたジオン公国軍は、開戦当初物量で優位に立っていた連邦軍を圧倒した。それに対し連邦軍もモビルスーツの開発に着手。やがてガンダムと呼ばれるモビルスーツと、その量産タイプであるジムが完成した。開戦から11ヶ月、オデッサ作戦での大勝により、地球上でのミリタリーバランスは連邦軍に傾いた。ここに至り、連邦軍は最終的な勝利をつかむために本格的なモビルスーツによる部隊を編成した。彼らの使命は、あらゆる状況下でのモビルスーツを使用した実戦データの収集であった。ユー・カジマ少尉、開戦直後からモビルスーツのパイロットとして訓練を受けてきた彼が、この部隊に配属されたのはオデッサ作戦から数日後のことであった。この時彼はまだ自分が大きな運命の波に飲み込まれてしまったことに気づいていなかった。今日からこの部隊の通信オペレーターになりました、モーリン北村伍長です。もうお分かりだと思いますが、もう一度本作戦について説明させていただきます。皆さんはこのままミディアで移動し、ポイント36で降下、そこから4時の方向に1キロ行ったところにあるジオン基地を攻撃してください。敵基地は防御用のトーチカで守られていますので、十分注意してください。また本作戦はモビルスーツ同士の戦闘データの収集が目的です。基地を破壊させる前でも、敵モビルスーツを全機殲滅したら直ちに撤退してください。それではご分をお祈りしています。ミノフスキー粒子濃度62、これなら敵に気づかれずに接近できます。ほんじゃまあ、ぼちぼち行くとすっか。お先に行くぜ、優勝医。
機モビルスーツ部隊沈黙。あとはザコだけです。やれやれ、敵さんのザクなんかよりこのジムの方が高性能だとは分かっちゃいたが、実際戦ってみると生きた心地がしなかったぜ。俺は死ぬ時はベッドの上って決めてんだ。優勝いい、お互い鉄の棺桶の中じゃ死にたくはねえよな。一つの戦いは終わった。戦士たちは互いの無事を喜び合い、生きていることに感謝する。しかしその陰で多くの敵が死んでいったことを悲しむ者はいない。だから奴は来たのかもしれない。死んだ者たちの魂の叫びに応えて、奴こそは戦場を駆ける青き死神。